バブ。え、おむつでスクイーズが作れるの？バブ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 。え、おむつでスクイーズが作れるって言っても、どっちがおむつ履いてる必要なくない？バブ。どうも研究所、あつとちおちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、というわけでですね、まあおむつ履いたわけなんですけど、うん、最近おむつを履く企画があって、うん、履いたんですよね、うん、そしたらさ、おむつでさ、いろんな可能性を感じるなって思い始めたんですよ。怖い怖い怖い、はい、どんな可能性があったの？はい、おむつの中にある吸水ポリマーでスクイーズが作ることができるんですよ。すごい、らしいです。あ、そう、そうよくと聞いてくれた。今回はこちらを使う。ワーボー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 。もうこれだけでもスクイーズみたいだよね。そう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 。で、今回はこの風船の中に吸水ポリマーを入れて、水を入れて膨らませようという、うん、おー、超楽しそう。はい、巨大な巨大なスクイーズ作っていきたいと思います。はい、じゃあ材料はこちら。おむつ、ワブルバブル。以上です。まあ、今回これをやることについてだけど、うん、まあ、オルタナチャンネルさんが、あー、まあ、やってたのね。うんうん、でその時に、まあ、使ってたのが巨大風船なんだけど、うん、今回巨大風船より伸縮性が高い風船を使ってやっていきたいと思います。じゃあおむつの中をオープン。オープン。あー、ね、結構広い広い範囲だよね。なかなか見ないからね。そうだね。ますが、お水を入れて実際にね、スクイーズになるのかやってみましょうか。やってみましょう。えい、さあ来い。はっ、ほっ、どうかな、どうかな。あ、もっと来いや。お、お、お、来た。あ、いいね、この感じ。うわ、いいね、これ。うん、なんか、え、なにこれ。スクイーズ感すごいやつ。ね、ちょっと待って、これ低反発枕。低反発…あ、パンツじゃない。低反発枕。そう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 。あ、面白い。あー、そこら辺なんか白くね。なんかちょっとまだあれかな。うわ、すごい。うわ、すごい。はい、ということで完成したんですけれど、まあ穴が開いていたんで、ここには今ボンドを詰めています。まあね、触ってみましょう。うわー、ほわー、キュー、形も結構残りますね。すげえこれ。あ、気持ちいい。あ、すっごい気持ちいい。あ、すっごい、あ、すっごい、もうね、あー、すっごい、あー、すごい、すごい、あー、すごい、あ、すごい、あ、すごい、あー、すごい、あー、いい枕、超いい枕よ、これ、ビヨーン、あー、パチン、ビヨーン、おー、やめろ、痛え、やめろ、おー、おー、あー、はい、ということで、まあ、見たらわかるけど、こんなに大きいわけよ。これが iPhone7 はい、 iPhone7 がこの大きさってことだね、はい、何倍もあるから。ピタッ。面白い。マジか。全然はい。でしかもこれさ、普通の風船と違ってこういう遊び方もできるさ。なんか薄くて、うん、シリコンみたいな素材だから、なんかすごいね、普通の風船で作るより本物のスクイーズだね。ほんとだね。なんかこれぞスクイーズって感じ。これぞスクイーズ。さあ、えっちゃんどうだったかな、おむつスクイーズは。めっちゃね、今までのスクイーズの中で一番気持ちいい、うん、一番いいよね、うん、これ。今までさ、いっぱい作ってきたけど、うん、一番ね、求めてたものに近いだろ。うん、力作のスクイーズができました。はい、ということで皆さん、この動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。またねー。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方は、ここのロゴを押してチャンネル登録よろしくお願いします。